あね、シャニーワンのさ、Can you feel it? をさ、よく聞きました。ジロン君って割とマイペースのところあるのかな。仲いいんだね。ワンピースカード一緒にやってたりとかさ、部屋に遊びに行ったりとかさ、やっぱりメンバー感仲いいし、雰囲気がすっごいいいの。Hi guys, welcome back to my channel. 今日は You're My Bestie #37 の、リアクション分析をしていきたいと思います。ということで、ワンマンツアーのお疲れ様会の映像ですね。Vlog。どんな感じやということで、見ていきたいと思います。You're My Bestie! はい、ということで、キーパースト、ファーストワンマンツアー。初めてです。なんか食べるのかな？ってことは、はい、終わりがある、はい、無事完走しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいね、全29公演ツアーすごいね。黒田ちゃん、ちょっとどういうサングラスをしてらっしゃるの？お疲れ様会をお伝えたいと思いますので、皆さん思う存分ご飯用意させていただきました。はい、本当に自腹で。俳優さんの自腹ですか？てかめっちゃ美味しそうだね、このオードブル。あ、大福さん、好きだね。アイスコーヒーかな。本当？本当？ビール。いただきます。ありがとうございます。美味しそう。ということで乾杯しますか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うちらの風船とかさ、ライト可愛いね。うん。どうしましたね。忙しかった。優しい。馬刺しね、美味しいよね。名古屋うまかった。見直した。必ずホテル戻ったら、ね、ワンピースカード。めっちゃハマってるよね、俊太くん、ワンピースカード。俺の部屋に人が2人以上来ないことなかった。来ないとするんですけど、寂しいです。めっちゃ寂しい。部屋に1人は嫌だ。倍最年少。寂しいよ。なんかさ、両家の。いや、やっぱ仲いいんだね。ワンピースカード一緒にやってたりとかさ、部屋に遊びに行ったりとかさ、もうなんかいいね。うん、仲いいのはすごく素敵ですね。あれはまあ、毎回違う。ああね、シャニングワンのさ、Can you feel it? をさ、両聞きました。ああ、楽しみ。いろいろアレンジしてくるのよね。おい、お前、それすごい。ちょっとマジで泣きながら毎晩考えてくるんですよ。脅されてたんだろうな。にしちゃんさ、俺がさ、毎回言った瞬間、こいつが一番突き出しそうになったら、次、ビーラーって言って。みんな、それぞれ何が一番よかったの？あ、俺行こう。ごめんとありがとう。どっちもこうだもんね。これ伝わらんと思う。それ系なんかないかな、その料金みたいな。マイメンキャンペーン。マイメンキャンペーン。どの地方だ。マイメンキャンペーン。各国の自由兵がないらしい。年下のベスティとこう交流を図ったキャンペーン。めっちゃ若いのね。若い世代ってことね。でも本当になんか一緒に勉強頑張りたいって。思うきっかけになりました。偉い偉いね、受験だよ、竜兵ちゃん。ねえ、あれ受験だよって。高校生みんな頑張ってるのにさ、俺が燃えないわけにはいかないよね。うん、いいよ、頑張ってほしいよ。どういう流れ。俺が応援する
しかないよね、世の中の高校生を。じゃあまあ最後にじゃあ、マイメンたちに。そのキャラでいこう、そのキャラで。大丈夫ですよ。なんか、他人事っぽくなってるけど、お前も頑張るんだよ。俺も頑張ってる。おぬれ。声張ってる風な声。頑張れ。遅れてるから。一番テンションが。いや、リュウヘイちゃんがいるとね、和むね。雰囲気が。もうほぼだって全曲やったもんね。あの MC を終わった後とかのバイグッパイは結構好きだね。わかる。いや、いいよね、バイグッバイ。固まってる中でさ、解放してやっと体が動くの好きなんだよ。違うか。そんな感じですかね。雰囲気いいね、メンバー間の。みんな、なんか気を使わずに入れている感じがすごくいいですね。でも、ツアー通してやっぱ全国のレッスンに入ったっていうのは、いやーなんかいいこと言うんだよねしゅんとちゃんって実感がちゃんとできたのでやっぱ実際に会うと違うってことですよねこの気持ちを忘れずに次の最初のアビデンスをいやーいいねしゅんとちゃんはね本当にいつも応援ありがとうございましたあの無事みんなで怪我もすることなくね、うん、確かに怪我はね、一番怖いですからね。怖いと思いますし、こういうお風呂に使ったアスレチックのなんかこうステージとかっていうのも、やっぱり、なんか、ホールツアー、いやめちゃくちゃ楽しかったです。まあもっとホールツアーいいよね。やりたいこととかできるようなことだったりっていうのは自分たち実際やりながらどんどん。マナティの緑ハイライト可愛いわ。本当につくづく思う。やるべきことと自分たちのやりたいこととまあいろいろ次もあるのでもっと形になれるように僕たちも頑張りたいと思います。頑張れ。この時も遊びに来てくれたら嬉しいです。まずアルバム自体作れたのが。本当にすごいデビューから考えると早いことだったしその時点でありがたくてこのスピード感ねそれにやっぱりついていきたくなりますよそうですあのね、下げてつながりたってことはすごい幸せでしたいやスピード感すごいんだよね紅白出場からさツアーまでのすごいんだよねスピード感2番以上のツアーを、作ってまとまっているので早いのでたら嬉しいですそうですねそのやっぱ B1 がやっぱ自分たちにとって初めてのツアーでしたし最年長、まあ、今回 B1 に来れた別チーム来れなかった別チームまあたくさんいると思うんですけど、うん、なんか自分たちが次のステージいやレオくんかっこいいわやっぱり、うん、ちょっとビジュがねすごいですよ今できることを全力でやりたいと思ってますしビビに精進していきたいと思いますレオくんのピンク髪やっぱ好きなんだよね茶色も似合うんだよねなんか何でも似合うんだよねマイ公演課題っていうのを作ってやってきた中で、やっぱ終わった後とかに黒田ちゃんは黒髪が一番似合うと思う。すごい良かったねみたいな感じで、こうお互いの慰め合ったりとか、そういった経験がすごい今回めっちゃなんか聞き入っちゃってんだけど。経験を積むごとになんかすごいベスティの大切さっていうのもだんだん実感してくるものであって、ね、新たな自信へと。いやいいこと言うじゃん最年少。自信を元にまた。次の大きな出来事に繋げられるようになってきてもそうねいやそうですねでもね経験値だよね頑張ってよろしくお願いしますじゃあ行きます口でかいぞよろしくお願いします初めてライブを見に来る最年長ジュノン君いや髪の毛やっぱすごいんだよねそうだったと思うんですけど初めてのアーティストのライブって意外となんか乗り方わかんなかったりとか確かにね乗り方自分はめっちゃ乗っちゃう方だけど自分だったらそこまで乗り乗りになれなかったりとかするところだと思うんですけど意外と本当に来てくれたベスティがすごい
めちゃくちゃノリが良くていやノリいいよね。なんか普通にライブの見てる感じだと本当にめちゃくちゃなんかあの性別もすごいちゃんと男女あの同じくらいの比率でいるしノリがいいしみんなすごい純粋に楽しんでるし見て分かったのでその面ではすごい自分たちも助かったライブでもあったし、まあ、それプラスで多分声出しが声出しね声出しがねもうやっと多分あのそのマスク解禁されてできるようになってきつつあるから次のライブではあの本当に声出したいよね。なんか声出すことによって生まれる一体感とかあるじゃないですか。そうで本当にそこだよね。拍手ですごい迎え入れてくれた、まあ、拍手っていう手もあるけどやっぱり声を聞きたいんじゃないの彼ら的には。いやもうこれ以上レベルアップしてどうしようねどうしようねちょっと身構えちゃう感じがありますけれども、まあ、ということで、まあ、B1 ということで締めますレオくん、お疲れ様パーティーかな、してきましたけどこのパーカーかわいいな。ここ何て言うんだっけ。買おうかな。ここに BMSG 入ってるのがいいよね。ここにあの腕のところにね。でここにも入ってるし両腕入ってるんだよね。かわいいね。こういうのかわいいですね。フーディーじゃなくてチャックあるからこれ便利よね。結構いろいろあの撮影とかそういうあのなんかちょっと散歩とかに来ていける感じ。結構みんな食べてるね野菜めっちゃ残ってるけど。じゃあ次回の4枚ですしお会いしましょう。ありがとうございました。ジロン君割とマイペースのところあるのかな。どうなんだろうね。バイバーイ、ね、こういうチルい動画マジ好きだわ。ということで皆様一緒に見てみましたけどこういうチルい感じで BMSG いや自分間違えたベスティの Vlog を見てみるということでこの B1 のお疲れ様会見てみましたけどもこういうチルい感じの動画いいなと思ったらいいねボタンのクリックとチャンネル登録もぜひお願いいたしますということで、なんかやっぱり毎回毎回成長して帰ってくる彼らの姿が本当に誇らしいなと思ったしみんないいこと言うんだよね。最年少の黒田ちゃんもすごくいいこと言うし、まあ、レオくんとか最年長のこのメンバーをちゃんと仕切る感じとかもやっぱりいいなって思いましたね。そうでなんかやっぱりメンバー感仲いいし雰囲気がすっごいいいなと思った。なんか本当にお互い仲いいからそう黒田ベビーモンスターの部屋にみんな遊びに行ったりとかでもそれが当然になってるから本当にメンバー間のつながり絆ってのがどん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 熱くなってる強くなってるのかなって思いました。やっぱ仲いいメンバーってさファンもやっぱり愛せるよね。ファンももう本当になんか愛着が湧くしそう本当に素敵なグループだなと改めて思いました。ということで Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. ご視聴ありがとうございました。 See you guys in the next video. Goodbye.